いっちょかるか。オーシュット、我が弟子よ。お前はカリウドになるのだ。カリウド？魔物を狩り、調和を保つ島の森人。そして島の森人には相棒が必要だ。相棒。太陽の恩寵を受けし魔物ラージャッカル。その牙は獲物を砕き頼れる武器となるだろう。月の加護を授かりし魔物マラマフクロウ。その翼は大気を揺るがし自在に魔力を操るだろう。どちらもこの上なく希少な魔物だ。さあどちらかを選べ、オーシュット。そして選んだ方を手なずけるんだ。さあやってみろ。どっちがいいかな。疲れたか。いい相棒になるぞ。そしてお前はいい狩人になる、オーシュット。うん、ありがとう師匠。様子がおかしい。危険だ、下がっていろ、オーシュット。オーシュット。
めんね。匂う。獲物の匂いだ。プンプンする。出たな、キングイグアナ君。君食べ過ぎ、大きくなりすぎ。独り占めは良くないよ。森はみんなのもの。悪いけど狩るね、朝飯前に。行こう、アカラ。ヒリヒリしてきた。ほよ、ふん。来た。ドリャレレレレ。私の獲物だ。ドリャー。来た来た。ドリャレレレレ。そろそろ頃合いかな。サクッと捕獲しちゃうか。私の獲物だ。いただき。飯にしよう、飯。一丁上がり。見かけほどでもないやつだ。俺らの相手はもう森にいないな。あ、いけね、腹減った。弱いやつの肉は強いやつが美味しくいただく。それがここの掟。忠告するがまだ食うなよ、オーシュット。だけ端っこの方。独り占めは良くないんだろ。獲物はみんなで食うのも掟だ。チェー、はいはい。どうした、オシト。なんでもない。村へ帰ろう、アカラ。村に帰ってきたぞっと。ん？人間の匂いだ。行こう、アカラ。いいか、獣人ども、こっちの森で取れる獲物が少なくなってる。お前らの森をよこせ。
俺たち人間にな。話にならん。言葉もろくに話せん獣が。こっちなら通じるか。おい、小ハゼ様にバレたら。主だ、島の主。され、人間たちよ。我らは長くこの地で静かに暮らしてきた。それを後から来た貴様らが奪おうとしている。土地を分かち互いに踏み入らないと決めたはずだ。だからその土地をもっとよこせよ。食い物も資源も人間様にはもっと必要なんだ。欲をかきおって。お前たちは森を切り倒し住む土地を広げてきた。森は奪うものではない。共に生きるものだ。共に生きる必要なんてねえ。この村ごと奪ってやろうか。やっぱり隣村のやつらが来てたか。朝飯前だし、とっとと帰ってもらおう。よし、やるか。行こう。アカラ、ごめんね。来た来た。行っといで。今だ。さあ、よいしょ。行っといで。オッケー。ガオー。うう覚えとけよ、獣人ども。ただいま、師匠、村のみんな。やれやれ、手洗いまねを。オーシュット、ありがとう。俺たちの英雄、自慢の家族。今日もたくさん取れたよ。うまそう、うまそう。うまそう、うまそう。待っててね、すぐに加工しちゃうから。召し上がれ。いい匂い。うまそう、うまそう。オーシュット、西の丘に来い。
食事をしながら少し話でもしよう。師匠、この赤身がなんとも、やはり弟子の取る肉はうまい。今日はキングイグアナも捕まえたのか。それでこそ狩人だ。その弓が森の調和を守っている。へへ、そうかな。なったもんでしょ、狩りについても言葉についても。四六時中師匠の真似ばかりしてきたからね。オーシュットは強くなった。あとは食い意地さえ張らなきゃ文句はない。お前たちが出会って10年か。あの時、私が選ばなかった子探したけど、結局見つからなかったんだよね。気にするな、定めだったのさ。でも、あの子の分までアカラを可愛がったよ。そうか。私は長く主として島を治めてきた。だがいつかは死ぬ。この肉と同じく。オーシュット、その時はお前が島を背負うのだぞ。師匠、カリュードは身軽が一番。私は毎日狩りしてうまいもん食ってたいよ。そうか。気づいているか、森の様子。まるでみんな何かに怯えるような。主様、主様。おお、人間村の長が何の用だ。村の者の無礼を許してくれ。これはその詫びだ。随分下手に出るな。君が悪いぞ。さっさと用を言え、小ハゼ。ほう、やはり獣、鼻が利くか。主従の墓所に村の幼い娘が入った。あの遺跡は危険だ。人が踏み入れば帰れはせんが、島の先人たるお前たちなら話は別だろう。どうか村の娘を探してほしい。無事連れて帰れば領土の話は再考しよう。ふざけるなよ。あの遺跡は魔物の巣窟。我らでも帰れる保証はない。まして人間のために命を懸けるなど。その娘はこれが定めだったのだ。諦めて帰るのだな。
私、行くよ。オーシュット、お前。いつか教えてくれたよね、師匠。大事な時は目や鼻じゃなく心に従えって。だが、お前も遺跡の危険は知ってるだろう。それに人間の子だぞ。いずれ我らに牙を剥く。人も獣も関係ないよ。大事な時な気がする。その子を救いたいって私の心が言うの。わかった。行け。恩に着るぞ、獣人よ。オーシュット、名前覚えてよね。あ、お肉残しといてね。たくん、肉より自分の心配をしろ。よし、行くよ、アカラ。見せてもらうよ。さあ、行こう。よっ、もらった。ぐっ、ほいっと、来た来た。どりゃー。さあ、ガオー。あから、オッケー。
獲物だ。ほよはっ、今だ。さっ、あから、よっしゃー。ほよよ、ごめんね。私のエッサイ、よいしょー。アカラ、オッケー、ガオせてもらうよ。私の獲物、うん、殺った。さあ、いっそい、ガオー。あから、よっしゃー。はあ、腹減った。私の獲物だ。来た来た、どりゃあ。よいしょー。あから、オッケー。ほよ、うん、いただき。あから、よっしゃー、ガオなくていいよ、迎えに来たから。獣人、どうしてここに？まあ、細かいことは気にしないでよ。でも、みんなが獣人と仲良くするなって。そっか、でも、みんないいやつだよ。でも…あらら、さて、どうするか。干し肉あげる。え？あ、
腹空いてたの。おいしい。でしょ？何はともあれ干し肉だよね。このうまさがわかるなら仲良くやってけるよ。そうかな。嫌な気配。お姉ちゃん？さあ、夜が近いよ。お姉ちゃんについといで。鳥たちの鳴き声がいつもより騒がしい。遠くへ逃げろ。災いがやってくる。え、鳥の言葉わかるの？島鳥は怖がりだから危険に敏感なんだ。誰よりね。森が泣いてる。災いって何が来るっていうの？嫌な予感がする。村へ急ごう、オシュト。が怯えていた原因はこの魔物のせい？悪いけどそこをどいてもらうよ。ほよそい。いっといで。オッケー。飯にしよう。飯。ちょっとみんなどうしたの？村が、俺たちの村が魔物来た。村壊された。そんな、師匠は？主様、魔物と戦ってる。オシト。お姉ちゃん、どうしたの？君はみんなとここにいるんだよ。いい？うん。行くよ、アカラ。災いよ、
この地より去れ。島の異変は貴様のせいか。こんな魔物は初めて見る。どこから来た。まさか夜が近いというのか。私も焼きが回ったか。おしと、逃げろ。あれは強い。ぬう。逃げない。おしっと。獲物から逃げたら狩人失格でしょ、師匠。それにこいつは村のみんなを傷つけた。来い、私が相手だ。さあ来い。私の獲物だ。おりゃあ！ほよ？こっちこっち！さあ、どりゃあ！ほよ？いっといで！さあ、はっ、えいえい。こいつ、私が相手だ。どうせ。私の獲物だ。さあ、行こう。行っといで。シャキーン。来た、来てよ。私の獲物だ。こっち。さあ、お、いっといで。ふぅ、来た。いっといで。いただき。私の獲物だ。いっといで。来た。お、どりゃー。ちょー。
ほい、私が相手だ。どっせい。なかなかしぶといね。まだ本気じゃないっていいね。それはこっちも一緒だよ。私の獲物だ。いっといで。今だ。まずい。腹ペコだ。ガロ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 。あっほ。いっといで。ありがとう。来た来た。よっ。私のそい。私の獲物って、私が相手だ。ガルロロロロロロ。ガル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 。ガオの魔物は始まりに過ぎない。この島にさらなる災いが近づいている。悲月の夜だ。悲月の400年に一度月が灰色となる夜が訪れ、厄災が訪れると島に伝えられてきた。師匠。ついてこい、オシュット。お前に見せたいものがある。小ハゼ。あの魔物を退けるとはさすがだな、島の主。そしてその主に選ばれし狩人よ。チッ、わざわざおべっかを言いに来たのか。いいや、礼を言いにな。我らの村を救ってくれた。それにあの娘も。
島の主よ、借りができた。領土の話には蓋をしよう。しばらくはな。行くぞ。師匠、人間はいつだって領土の話をするんだね。それが欲というものだ。相手をしても仕方がない。今は協力した方がいいと思うんだけどな。行くぞ、オーシュット。うん。これって…悲月の夜？遠い遠い昔の伝説だ。それが今現実になろうとしている。島を背負うのは重い、そう言ったな。だがお前にしか背負えないのだ。旅へ出ろ、オーシュット。厄災に備えるため集めてくるのだ。三体の伝説の魔物。ちょっと待ってよ、師匠。島を出ちゃったらみんなの飯はどうなる？心配するな。なんとでもなる。オーシュット、お前は特別な子だ。赤子のお前を一目見て、私は心の声を聞いた。この子がいずれ島を厄災から救うと。私はその声を信じ、お前を狩人に育てたのだ。分かったよ、師匠。私行ってくる。伝説の魔物を連れてくるよ。それでこそ私の弟子だ。島を頼んだぞ、オーシュット。私は少し疲れた。寝に行くぞ。師匠？師匠！あ、もう焦ったよ。おやすみ、師匠。手がかりはあの壁画だけ。ま、なんとかなるか。のんびり探そう。ワクワクしてきたぞ。とびっきりの狩りになりそう。
目的は覚えたな、オーシュット。間違っても食うなよ、伝説の魔物だけは。わかってるよ。オーシュット、気をつけろ。行ってこい、元気でな。主様のこと任せろ、怪我ちゃんと治しとく。みんな、干し肉持ってけ。干し肉持ってけ。ありがとう、みんな。ちゃんと帰るよ。3匹の伝説の魔物を集めて。じゃあ、行ってくるね。